それすごいなんかこう、はい、投げやりというか責任感が AI を扱うものとしてないなって感じますよね。クソですね割と思想終わってますよマジで。え、本当ですか。はい、クソだと思いますよ。あ、マジで AI とかやんない方がいいっすよまずは簡単な経歴をお聞かせください。もともと制作会社でクリエイティブディレクターとしてミュージックビデオとかテレビ番組、主にバラエティなんですけど、まあ、デザインとか出演などを行わせていただいておりまして、今は AI の会社をさせていただいております。じゃあ平田さんの今回の簡単なビジネスプランをお聞かせください。はい、AI を活用して、亡くなってしまう人たちを、仮想空間上に再現して会話ができるサービスを作りたいなと思ってるんですけど、今回そう皆様に、まあ、どういう風なサービスを作るかっていうのをまずビジュアルとして理解してもらった方がいいなと思ったので、動画を今回作ってきたので、もしよければ再生してもよろしいでしょうか。はい、うん、ありがとうございます。亡くなった方と会話ができる。そうですね、亡くなった方、まあ、現存生きてる方でも大丈夫なんですけど、亡くなった方をメインとさせていただいております。私たちの生きる人生は美しくあまりに脆い。大切な人にまた会いたい、そう思ってしまうのは強欲なのだろうか。メモリアルフィックス、それは愛する人の記憶を固定する。日記、動画、書籍、スマホなどの記憶が美しいデータの流れを形成しながら、愛する人を永遠のものとします。もうすぐ結婚記念日だね。あれからもう50年も経ったのね。会話や表情からあなたにパーソナライズされた彼らは、あなたと共に人生をもう一度歩んでくれるパートナーに。過去の愛は現在の慰めへと、未来の希望へと昇華していく。メモリアルフィックスで愛した人と永遠の絆を。林さん、僕死んじゃったんですってね。そんなね、まさかこんなことになった後に林社長と話すことになるなんて夢にも思いませんもん。こんなことされたって何話せばいいかわからないですよ、正直。まあでもね、林さんには感謝してるんですよ。提案してくれたね、マノマノ版もかなり大きくなりましたし、12枠すぐに埋まりましたからね。電話の虎なんてね、1本目から出してくれてね、1本目ですよ。一緒に作ってくれてありがとうございました、本当に。いきなりね、こんなことになっていい気分はしないですけれども、林さんにこういったことを伝えてきたのだけは良かったと思いますよ。面白い。ありがとうございます。以上になります。ありがとうございます。岩井さん、おかけください。俺いた生きてる半分だけね確かに左半身だけ生きてる、はい、あの岩井社長が登場しましたけれども、はい、あ、岩井会長ですね、岩井会長登場しましたけれども、今みたいな形で、だって全くご本人が喋ったわけじゃないんですもんね。そうですね、なんかディレクターさんと打ち合わせしてる時に、その岩井社長の方がなんか生前葬にご興味があるということだったので、もう我々のサービスとすごく親和性高いなと思って、勝手になんですけどちょっとこう AI で学習させていただいて、すべて AI で作らせていただきましたちょっと気分を害されてしまったら申し訳ないです。これ岩井さんは、はい、あの今素材に挙げていただいたんですけども、はい、素材がたくさんネットに落ちてるじゃないですか、はい、一般人ってそんな素材がないじゃないですか。おっしゃる通りです。それどうするんですか。なので契約するときにサードパーティーアプリとかを介入させて、例えばそのテキスト、チャットの経歴とかをこう読み取って、それをリファレンスとするという形にするだとか、事前に300問、契約の段階で300問程度の問答に答えていただいて、ある程度の AI としてのなんか類推できるベースが整ってから、じゃあそこで会話のログとかを活用してこう調整していくみたいなものをイメージさせていただいてます。うん、生きてる間に契約するものなんですか。そうですね。うん、なるほど。1人当たりいくらぐらいで、最初の3年間は、サービスがプロトタイプが今年の9月に完成する予定なんですけど、その段階で契約していただく方は3年間300万円で、その4年からは1年間100万円ずつという契約形態を取らせていただきたいと思ってます。倫理的には問題ないんですか。まあその点がちょっとあんまり言いたくないですけど、はい、でもご自身でお亡くなりになった方とかが、ええ、残された方を AI が誘導してしまうみたいな、はい、要はあなたもこっちにおいでよみたいな、
いやそういうのってちゃんと調整補正かけないと、はい、要はその自死を誘発するような事象になりかねないというか、うん、おっしゃる通りだと思います。その集団自決みたいなことが本当に起こりうるというかAI に、そうですね、いやリアルの人間の生死がコントロールされうるんじゃないかなと思うんですけど、それはどうすればいいんですか。生成する段階でまず制約条件としてそういった発言をしないようにさせるとか、そのチューニングする段階である程度その辺り絞れるので、どういったものを作りたいかっていうのはもう契約者さまととのお話になるんですけど、まあ、その辺の倫理観っていうのを欠如したものももちろん作れるんですけど、倫理観をすごく重視したいという方であれば、まあ、そこはお話ししながら作っていけたらなとは考えてます。まあ、簡単に言うと洗脳もできますよねこれ。いやそうですね、できると思います。要はそのそういうことを吹き込んでおけば、はい、後世にそういうこう考えっていうのをなんかインプラントすることできると思うんですよ。そうですね、例えば今代表の方がもし亡くなられた後に社員の教育としてどういった事業方針を取ってもらいたいかとか、そういったことにも活用ができるサービスだったなとは思ってます。活用っていうと聞こえがいいんですけど、はい、悪用になんないかなみたいな。なあ、なんかインセプションって映画あったと思うんですけど、クリストファー・ノーランでいう、はい、要は思考を埋め込むみたいな、うん、ちっちゃい頃からそれをひたすら言い続けられるとそういう思考になりうるんじゃないかなと思って、なんかこのサービスって絶対みんな思いつくんですけど、はい、なかなか発展しないのってそういう障壁があるんじゃないかなって思ったんですけど、倫理的な問題ですか。まああまりその要は死者の言葉に左右されない方が未来の人間はいいんじゃないかってことです。つまり死んだ人は死んだ人って割り切った方がいい、うん、例えば亡くなったペットにずっと固執してしまって、要はなかなか家から出れなくなるとか、うん、要するに人って死を乗り越えてこそ人っていうか生物たるものなんじゃないかなっていう。なるほど。だそれは進歩を結局進化をとどめる止めるものになるんじゃないかな、うん、それすごいなんかこう、はい、投げやりというか責任感が AI を扱うものとしてないなって感じますよね。あえだってねそう思わないですかね。普通に考えてこれ、はい、マジこいつ倫理観ねえなって思うんですよ。だって殺人犯とか凶悪殺人犯とかがその思想を残せることになるわけじゃないですか、はい、それに感化される人が現れるって想像できないですか。できます、もちろん。だったら良くなくないですか。別にそれはそれで終わりでいいじゃないですか。いい人も悪い人もリセットしてまた新しい人が生まれていくわけなんで。でもその過去の影響を受ける必要あります。常に見れるっていうのがなんか気持ち悪いというか、はい、その結局乗り越えられてないというか、うんうん、まあ、乗り越えるべきものなのかもまた別として、はい、別に個体なので。でもそうですね、そんなに思想を縛らなくてもいいかなっていう。しかも全部アドバイスしちゃうわけじゃないですか、うん、まあアドバイスを求めれば。そう、求めればですね、はい、だからそこのねコントロールとか自制ができる人にじゃないとこの AI を扱いきれないんじゃないかなって思いましたね。だからその要はあまり言うなればあまりこう自分に逆に自信がない方とかっていうのはプラスもあるけども怖いことになる場合もあるんじゃないっていう風に。可能性はありますね。だって AI が言ったって言って何か行動を起こしてしまう可能性があるわけじゃないですか。まあ、実際の社会としても AI に今依存している人間って結構いらっしゃると思うので、まあ、そういったケースも考えられるとは思います。でもやりたいです。世の中にそれを求めちゃう人はいるだろうなと思いますね。子供が危ないって感じますよね。だそれを例えば家にあってこの仏壇が置いてあっておじいちゃんにひたすら質問してなんかやばい思想家になったりしたら、うん、いや御社の責任、我々の責任ではないです、ではないって言い切るわけですよね、はい、それは誰、おじいちゃんの責任ですか。そうですね、そのようにチューニングをリクエストして、どうやって追求するんですか。最初に契約をさせていただく段階でチューニングの事項を書いておくので、うん、そこで例えばこういう思想を強みに出してほしいって息子に書かれている時点で我々のリクエストではない、我々が要求したものではないので、うん、そこに関しては契約者様ご本人の意向である。その人亡くなっちゃってるじゃないですか、はい、責任はじゃあその、お子さんとかに行くんですか、はい、まあ、ご自身の選択なのでそうなると思います。ご自身の選択なので誰に責任を。お子様のご自身の選択なので例えば医者になりなさいねとかいろいろ選択の余地をこう狭められて洗脳されて俺はちょっと病んじゃったから全然選択もできないとかなった場合はご本人そのお子様の責任だしご家族の責任だと思ってしまいます。おー、クソですね割と思想終わってますよマジで。え、本当ですか。はい、クソだと思いますよ。あ、マジで AI とかやんない方がいいっすよ。本当ですか。はい、終わってると思います、はい、そんな無責任な状態でよく AI やろうと思いましたね。楽しいので、はい、だから楽しいのでで人の人生ぶっ壊すっていう考え方ですよ。富裕層の数が9万世帯で、それの中でも死者として亡くなっていく可能性があるのが2万世帯いるので、うん、まあ、そこで我々のサービスを使ってもらえば6億にはなるかなっていう計算って感じですね、はい、このサービス誰でも思いつくんですよ、はい、そのさっき言った俺が倫理的な問題とかいろんな要は将来に悪影響を与える可能性を私たちはこう排除しますっていうところをブランディングしなきゃいけないのに、はい、いいもの持ってきたぜみたいな誰でも思いつくようなものを持ってきてるんですね、はい、だからそこで俺が聞いたらいや契約者の責任なんでって、いや死んどる
やんけっていうバカなのかなこいつみたいな。だからそこをどういう契約形態にするとか、はい、ワードをこういうふうにカットすることで要はあまり後世に差し障りのないけどやっぱ思い出とかいいメモリーだけが残るようなサービスを私たちは作るんですっていう風なプレゼンをするのが筋なのに、いやそこをさ、なんか破壊と創造みたいな頭いかれてんのかよってなっちゃうわけですよすいません。そうだからそこをどう考えてるのかがあなた代表取締役のこの AI の生みの親の要は必要なスキルであり能力なのに、そこを何も考えてないんですかっていう。この A 仏壇は、はい、まあ、仮にやるとしたら、はい、どういう風にマーケしていくんですか。その富裕層200世帯にどう売っていくんですか。なんか〇〇仏壇とか結構いっぱいあるじゃないですか。就活をパッケージとして作ってる、うん、なんか名前出してほしくないんですけど、なんかでしたっけ、なんかこう就活っていうものをパッケージにして売ってる事業者さんが結構あるんですよね、うん、そこと手を組んで私たちのサービスを持っていく。でプロモーションはタクシー広告などを回していければそこそこ認知は高まるんじゃないかなと思ってます。この技術はもっと他に使った方がいいと思いますね。なんかそんな気がするな。確かになんかそんな気がするな。仏壇になっちゃったからな。そうなんだよな。僕らの正義感や倫理観だと今みたいな意見になっちゃうんですけど、うん、多分まあ一部のその思想の人にとっては多分仏壇でずっと生きててほしいっていう人もいるだろうし、はい、まあ、その弱い人と表現するかどうかはさておいて、うん、なんで、まあ、でそういう人もいるんだろうなとは思います。でそういう人が自己責任でちゃんとお金払ってこのサービスを受けるっていうのはそういうこともあるのかなみたいな、で問題起きたら法整備入るのかなぐらいの認識なんですけど、うん、だったらこの技術もっと問題が起きないように使えばいいのになって思います。そうですね、アドバイスなどあればお願いします。宗教とかにね売ればいいカルトですか。そうなんですよ。そう結局そうなんだよね、うん、そうそう僕もそう思ってた。本当は、ね、うん、なんか宗教を作りたいなとも思ってたんですよ。宗教法人作りたい。そういうの言わない方がいいと思う。そこに方が上がってくるのか。なんか楽しそうみたいな。確かに。さあそれではお時間になりましたので最後にもう一押し平田さんお願いします。ラストステートメントです。皆さんが今後自身のそのモデルを作って人生一緒に生きていきたいなみたいな、ドラえもんの先駆けみたいなことができればいいなと思うのであれば今ここでお許しいただければ一緒に考えていけたらなと思います。お願いします。はい、ということで希望金額1000万円に対して100万円という結果になりました。残念ながら今回はナッシングです。では平田さん、この時間振り返っていただいての感想をお願いします。なんかちょっとやっぱ調子に乗ってたんだろうなみたいな。ふわっと